悪いな、こんなとこに来てもらって。ならよかった。静かなところで話したかった。さっき病院に行ってきた。これから保育園に妹を迎えに行って、買い物して、飯作って、食わせて洗濯。とにかくやることが多い。そうだな。しかし、俺もやれるさ。お袋はこれを毎日やってたんだ。前に話したろ、対外試合で活躍すれば推薦狙えるって。でも練習ができないんだ、時間がない。それに奨学金をもらえたとしても大学に進む金はない。それどころか生活費すらないんだ。親父に続いてお袋の稼ぎまでなくなったからな。俺が金を稼がないと、もう陸上をやめるしかない。親父さえ生きてれば。お前とはもう一度やり合いたかった。大きな舞台でもう一度陸上をやりたかった。こんな形で終わっちまうのか。そうだな、このままじゃ諦めきれん。俺は試合に出たい。最後だっていい、勝ちたいんだ。俺の人生のほとんどは陸上に使った。総決算と思ってぶつかってくる。お前に話せてよかった。吹っ切れたよ。おかげで決心がついた。ありがとう。おっと、妹が待ってる。またな。
し。今はいいかい？帰り。
おめえか。ああ、なんとかしてくれよ。具合よくねえんだ。この無達ともあろうもんがよ、全くもってなんてざまだ。ダメだ。確かに帰って横になりゃ楽だよな。けど帰ってもな、水前供養あったのすっかり忘れててよ。二日酔いで般若心経を読むのはしんどいぜ。昔はどんなに飲んでも朝にシャワー浴びりゃすっきりしたんだが、夜年並みには勝てんね。こんな時ばっかりは、ああ独り身の不便ってやつがさ、身にしみるわな。それを言うなら公務員な。ついでに言うと、寺の長のわしは住職。うちの寺は小せえし、わしは他人なんて当てにしねえから。いねえよ公務員。なんだかんだで考えるとさ、やっぱ一人がいいかね。気楽だし、便所とか風呂の順番待ちせんでいいからな。うちのせがれに洗面所使わせると長え長え。そうだよな、やっぱ一人身に限るぜ。目に見えるものは全て色。色は不変にあらず、常にあらず。色は個にあらず。そう、すなわち空の側面なり。色即是空、空即是色。この世のすべては唯一無二。ああ、わかりやすく言うとだな、ああてめえの人生、いくらてめえで頑張っても他人のせいで台無しにされちまうってことだよ。色即是空、空即是色なんだから。おめえに関わったことでよ、わしの人生もいくらが台無しにされたかもな。ああ、わしもう帰るわ。さすがに頭痛えよ。ああ、さっき言った水前供養、初七日だったんだがな、19歳だ。通り魔に刺されてお堕仏だと。世知辛い世の中だね。おめえもさ、気ぃつけて帰れよ。おはよう。はい、おしまい。もう飛ばすぞ。であります。
うまい。こんなうまいものにありつけるなんて、俺は恵まれてるよな。土産にするべきか。しかし土産分は払わないとな。そうする。やっぱ俺だけ食うのもな。そうそう、お袋だがもうすぐ退院できそうだ。俺もやっと兄弟の面倒を見るの慣れてきたんだがな。そういえば部の奴ら、兄弟の世話を手伝うなんて言い出した。保育園の迎えぐらいなら行けるぞってな。みんな俺のことを心配してくれてたんだな。なのに俺は一人で突っ走ってて、周りが見えてなくて、結局部がまとまらないのは俺のせいだったのかな。お前に言われると変に安心するな。そんなこと考えてたら急に何もかもが新鮮でな。走って汗をかくだけで楽しいんだ。体が喜んでる気がする。おっと、長話しちまったな。すまん、そろそろ行かないと。またな。ちゃんと覚えといてくれ。お前が背中を押したから競技に打ち込めてる。俺が楽しいのもお前のおかげだ。じゃあな。すまん、遅くなった。予定外の邪魔が入ってな。よし、やるか。お前にはフォローを頼む。パンケーキを作りたいんだ。手伝ってくれるか。あの素朴な味が懐かしいというか、とにかく施設でもよく食べた。今は冷凍物も売ってたりするが、やはり焼きたてが食べたくてな。別に理由はいらないだろ。なぜかそんな気分になっただけだ。さっさと始めよう。さてまずはどうするんだ。レシピでは確かバターをたっぷり使い、濡れ布巾で温度を調節するとあったが、布巾をフライパンに入れたら燃えないのか。そうか、助かる。体を作るための料理以外は勝手がわからん。卵を割ったり生地を混ぜるぐらいはできる。焼くのは頼む。おお、布巾もそう使うのか。そうだ、プロテインを。そんな顔をするな。おっと、皿を用意しなきゃな。よし、これだけあればいいだろう。あ、やっぱり
ごい量のパンケーキ。いい匂いがしたから。なあ、少し待ってくれ。そっちに持っていくから食べよう。みんなを集めてくれるか。もちろんアマドもな。はーい。すっげー、パンケーキのタルタロスじゃないっすか。これ全部お二人が作ったんですか。ああ、焼いたのはこいつだがな。俺が食べたいと言ったんだが作りすぎた。いくら好きと言っても全部はな。お前たちも手伝ってくれ。真田さんもお好きなんですね、パンケーキ。ありがとうございます。いただきます。お茶を入れるとしようか。とっておきの茶葉を出そう。レッツパンケーキパーティーであります。わっ、おいしい。いくらでもいけちゃいそうです。じいちゃん、使えるかな。どう違うか。ほんとおいしい。ごちそうさまでした。本当においしかったです。なんだか優しい味でした。また作ってください。今度は僕も手伝います。あれだけの量が瞬く間に片付いたか。料理はあまり自信がなくてな。食材を鼻からプロテインまみれにするばかり。台所に立つ資格はねえとうるさいやつにいつも横から手際よくやられて、結局ろくに覚えられずじまいだ。だから今日は助かった。少しでもみんなの気晴らしになればいいんだが。まあそうだな。施設にいた頃はこういう催しがあった。それを真似てみただけだ。泣いてばかりだった妹もパンケーキの前ではいつも笑っていたからな。実家から来た荷物の中に手作りの金メダルがあっただろ。あれは俺が施設にいた頃にミキが妹が作ったものだ。一緒にあった手紙によると両親の家の掃除中に出てきたらしい。妹は施設を出る日が決まり俺に渡すつもりで作っていたが、直前であの火事が起こりメダルだけが残された。妹は強くて優しい兄に礼をしたいとよく言っていたそうだ。おとなしかった妹はいつも俺のそばを離れずにいた。年が上というだけで特に何をしてやった覚えもないが、頼りにはされていたのかもな。俺はあのメダルを見て考えていた。俺は今あいつの妹の誇れる兄だろうか。あのメダルをもらう資格があるほど強く優しい人間だろうか。強いも優しいも俺には正直よくわからない。それを口にした奴らは肝心なことを言わずにみんな言っちまう。今日のことだって今の俺にできるのはこれぐらいだ。俺はガキの頃からちっとも成長してない。あいつらに笑われる。妹はともかくそう簡単に認めない奴を知ってるだろう。俺は今まで逃げていた。自分のことで手一杯だと言い訳していた。だがこれからは全てを守ってやる。俺は一緒に強くなろうという約束を守らなきゃならない。お前がそう言ってくれるなら期待に応えないとな。励ますつもりがこちらが励まされたようだ。もしかしたら妹が認めるのはお前のようなやつなのかもな。さて、昔話が長くなった。さっさと片付けて休むとす。実は買い物帰りに例のゴロツキどもに付け狙われてな。また人数が増えてたんでいいのを一発もらっちまった。なあ、警察沙汰になるようなことは控えたんで安心してくれ。奴らに好きなだけ打たせて疲れて諦めるまで付き合ってやった。全て買わせると思ったんだが俺もまだ甘いな。
はいはい。それじゃあ、オッケおじいさん、字間違ってますよ。月に光るって書いて。わってるって。いつも月子って呼んでたから、ちょっとど忘れしただけじゃ。いろいろ頑張ってくれた方々に、少し申し訳ない気もしますけど。お、噂をすればなんとやら、じゃな。久々に手紙を書いてみたんじゃが。キーボードに慣れとると漢字忘れがひどくてな。ん？意外かい？わしゃこう見えてもネットサーファーじゃぞ。ダメじゃよ、エッチ。これは見ちゃいやん。なんじゃ。時期が来たらちゃんとお話しするわ。あなたにはね。手紙気になるかの？ドキドキかい？ワクワクかい？わしらもじゃよ。お前さんとお話ししてると嬉しくてドキドキしっぱなしでな。ばあさんなんてほれ見てみ、すっかり女学生時代の顔じゃ。しかし、次に来てくれるまでに全部片付いてるといいの。帰ったか。
どうだ。そうか。よし。聞いてくれや。この下にいる連中さ、おめえと年同じくらいなんだろ。パッと見は飲んで踊って楽しそうだが、目が笑ってねえ。わしにはそう見えんのよ。昼間の薄さを晴らしに来てんだろうな、きっと。純粋に踊りや音楽に興じてるやついるのかね、薄さなんてよ。根本を覗かなきゃ解決しねえ。騒いで忘れたってその場しのぎなのによ。わしにはさ、ここがクラブじゃなくて駆け込み寺に思えんのよ。客が救いを求めてきたってんなら、今かかってる曲を般若心経に変えてだな。お、向こうにマイクあるじゃねえか。待ってかよ、度胸ライブなんてどうだい。おめえな、見くびってない？わしの読経を聞いたらしびれるぜ。けど、やめとくかな。この規模の箱じゃテンション上がんねえ。わしにもさ、あいつらくらいのいるのよ。せがれ、一人息子な。今年で21だわ。おめえよりちょいといくらいかね。生きてりゃ。コードどもに将来を任せてよ。この国は大丈夫なのかね。なあ、俺みたいになったらどうする。まあ期待なんてしてないが、色即是空、空即是色。悪い、話は終わりだからよ。適当に時間潰したら帰れよな。また来いよ。今日は割に具合がいいんだ。この間は今にも死にそうだっただろう。心配かけてごめんよ。あの時は君と会うまで本を読んでたんだ。夢中になってたのか、風が冷たくなったのに気づかなかった。君は本は好きかい？そうか、やはり君とは通じるものがある。今僕は本ばかり読んでいる。多分その間だけは忘れられるからだろうね。本の世界に逃げられるから。君は本を最後まで読むかい？そうか、理由は違うようだけど、僕もあまり最後まで読まないんだ。
面白い話ほど読み進めたいけれど、読み進むのが怖い。読み終わるとまた僕に戻ってきてしまうだろう。逃げられない僕に。優しくて幸せでありきたりで希望にあふれた、そんな話が読みたいな。そうしたら僕は僕に戻ってきても悲しくないような気がするから。ああ、もう西の空が暗い。時というのは無常だね。また会えると嬉しいよ。お帰りなさいであります。私からの素晴らしい。思わねえ。父さんいつも言ってんだろうがよ。あ、父さん、わしに言ってんの？父さんっていつもはクソジジって言うくせによ、小遣いせびる時だけ調子よくてよ、のたれ死んじまってねえかってよ。わしはよ、心配させてんじゃねえよ。こんな遅くまで族ほつき歩いてやがった。まあそうだな、確かにそうはっきりと拒否されるとよ。でもそういう口の利き方ないんじゃねえの？誰のおかげででかくなれたんだ？え？おめえ、なんだよ。ずっと人違いしてたのかよ。老眼なんて縁がねえと思ってたが。だってよ、結婚記念日も誕生日もないがしろにしてよ、あいつらもさ、おめえを
待ちわびてたさっきのわしと同じ気持ちだったのかね。別れた女房と息子だよ。わしがまだサラリーマンやってた頃。ああもう4年にもなるんだな、あいつらが出てってから。あの頃は御前様なんてしょっちゅうだったから、よく女房と喧嘩したよな。帰っても一人で何していいかわかんねんだ。だから毎晩ここで飲んじまう。そうだな、おめえの言う通りだよ。髪を剃ったってわしゃ形だけの覚悟だよ。見たくねえもんを酔って見ないようによ。逃げてるんだよ、わしは。何の頼りもよこしてこねえんだ。もう未練がないんだろ、向こうには。どこにいるかわかんねえし、会えば喧嘩になるの目に見えてるしよ。めんどくせえよ。湿っぽい話やめにしてよ。帰ろうぜ。帰って早くシャワー浴びて。さて、目先の試験に専念してもらうために今日は勉強会を開かせてもらった。天田にも学業に集中してもらうため招集した。一緒に励んでほしい。お邪魔にならないように気をつけます。よろしくお願いします。みんな、上級生として手本になるようしっかり勉強に取り組んでくれ。コロちゃんも勉強するんだ、偉いんだね。コロマルさんは皆さんが勉学に励む姿を見守ると言ってます。コロマル勤勉だね。純平なんて大あくびしてたのに大違い。いやーマジそれな、俺っちと変わってくんねえかな。犬なら試験勉強しなくていいしさ、俺っち犬になりたいわん。待て。ワン。ハウス？おとなしく部屋に戻るワン。手おい、もっと可愛がってほしいワン。コロマルさんには勉強の義務こそありませんが、日々厳しい任務を遂行しているであります。
神社をずっと守り続けてたんだもんね。試験勉強よりずっと大変なことだと思うな。犬になりたいならまずはコロマルみたいな忍耐力を身につけてからだな。犬になるのも大変そうですね。やっぱり真面目に勉強するしかないですよ、純平さん。やめて、かわいそうな目で見ないで。ほら、雑談は終わりだ。ちゃんと集中して勉強するように。よし、区切りのいいところで終わりにしよう。みんなよく頑張ったな。で、イオリはちゃんとノルマを達成したのか？犬になりたいなどと言っていたが。ワン？ほう、もっと勉強がしたいと言ってるのか？ならば、朝までみっちりとしつけてやろう。冗談です！俺っち人間なのでしつけは大丈夫っす！勉強会は以上で終了だそうです。お疲れ様でした。ゆっくり休むであります。後に聞きに行ったの。そしたらさ、宮原先生話止まんなくって、謎の数式書いて美しいよねって余計わかんなくなったっての。もうまた明日聞かなきゃだよ。そう、わかんないままってなんか嫌だなって。私ね、ちゃんとやるって決めたんだ。前にさ、学校で言ったの覚えてる？私が小テストを白紙で出しちゃってエコダに怒られたって言った日、あの時は
とりあえず卒業して短大にでも行っとくって感じだったけど、一緒に子供たちのコーチやったじゃない。あれで私目覚めたっていうか、頑張る人を応援するっていう私のやりたいこと分かったんだ。なんだか分かる？よし、正解にしちゃう。さすが元コーチ仲間だね。私アスレティックトレーナーになろうと思ってるの。スポーツ選手の健康管理したり、トレーニングメニュー作ったりする仕事。高校卒業したら専門学校行って、二十歳になったら公認の資格取るの。共通科目やら専門科目やらの試験、全部合わせると350時間以上。だからね、今から始めてるの、勉強。日本語の文章を書く練習からね。私レポート用紙3枚で徹夜だしさ。あの子たちの影響が大きいよね。成り行きだけど、コーチやってるうちに。私は将来自分の子供に何を教えられるかなんて考えたら、私何もなかったから。あなたが一緒じゃなかったらコーチ最後までできなかっただろうし、さっきみたいなこと考える余裕もなかったと思う。ありがとう。あとさ、いつもいろんなことに付き合わせちゃって、なんかそのごめんね。私すっごくあなたに甘えちゃったなって反省してる。なんでなんでそこまでしてくれるの？私だからだったりなんてないか。だよね。私いい友達持ったな。優しいし頼りになる。まあちょっと心配なとこあるけど、あなたってたまにびっくりすること言うじゃん、真顔で。あれさ、勘違いしちゃう子絶対いると思うんだよね。マジで気をつけた方がいいよ、結構やばいから。うんうん、素直でよろしい。ごめん、こんな話したいんじゃなくて、コーチとか付き合ってくれてありがとね。すっごく心強かったし嬉しかった。今度は私が力になるから、なんかあったら絶対言って。遠慮はなしね、友達なんだし。あ、私もう行くね。今日は原文と英語をやんなきゃでさ。それじゃあね。おかえり。よし。そういえば、
守備はどうだい？よりもさ、聞いてくれよ、おっちゃんの愚痴をよ。今日はシラフだからさ、そこに座ってくれよな。神妙な顔してお経読んでりゃいいってよ。檀家からお布施もらって楽に稼げるってよ。そう思ったからさ、下げたくもない頭下げて実家の寺継がしてもらったってのによ。世の中は毎日誰かしらの命日なのな。ビビるぜ、正直。人類の歴史ってやつにな、報じ続けてよ。うちみてえな小せえ寺は住職フル稼働だ。コンビニじゃねえっての。半分正解だがな、半分は不正解だ。うちは暇なしだが貧乏じゃねえ。ピンキリだがよ、お布施一回の額はな、そこらの会社員の下手すりゃ商用並みよ。だがな、忙しすぎるんだよな。老体に無知打たにゃさばけねえ。わしの大嫌いな一生懸命ってやつだ。潮時なのかねえ。ここの身の振り方を考える。気張っても限界あるし、酒も弱くなったしよ。こないだおめえに集大さらしまったしさ、もう末期だわな。だよな、考えるよな。引き際わきまえねえのってかっこ悪いよな。そんじゃこういう言い訳ってどう？離婚届は受理されてねえし、うちの寺も自営だから不動産だわな。悪い話じゃねえと思うよ。頭するの我慢すりゃわしも隠居で遊んで暮らせるしよ。おめえどう思う？あいやそのなんだ、戻ってきてもらおうと思うんだわ。出てった女房とせがれによ。まずは居場所を突き止めねえとな。探偵を雇ってよ。費用に糸目はつけねえ。直に会って詫び入れようと思うんだ。ほったらかしにして悪かったってな。そっちの方に専念していいし、そのおめえと会うこともねえんだろうな。不良少年の相手なんててめえのせがれでたくさんだ。せいするぜ。つけんじゃなかったよ。明日あたり更新所に行くとするかな。さてぼちぼち出ようや。
昨日の夜徹夜したんだ。本を読んでいて、今までも不安や痛みで眠れなかったことはある。だから大丈夫だと思ったんだけど、具合悪くしてちゃ世話ないね。ありがとう。あ、いや、ごめんって言うべきか。叱られるなんて久しぶりだよ。君に会えるかもしれないと思って出てきたんだ。別れの時間は少しだけ後に。この間優しい話が読みたいと話したね。だけど僕はこの世界にある星の数ほどのどんな話でも満足しないと思うんだ。僕の命が求めるものは誰かのために書かれた話では足りない。僕は相当にわがままなんだろうね。君とのことも同じさ。君は僕に会いに来る。そして僕のためにそばにいて、僕のために話す。僕のために有限の時間を使ってくれる。そうやって君は僕に贅沢をさせる。だから僕は君が好きだ。ごめん、気分が良くなって喋りすぎた。またここで会いたい。君か、おかえり。そうそう。まあ、それは、私は こんな感じかな。いらっしゃいませ。ご注文はお決まりですか？やっぱ学祭流れちゃったのちょっぴりもったいなかったかな。せっかくだし、この際一日だけ寮の中をこれで過ごしてみるとか。なになに、ゆかりっち、ご主人様とか呼んでくれちゃうわけ？どうした、たけば、ミツルの家の使用人にでもなるのか。やめとこ。ずっと返しそびれてたけど、そういえばこれコスプレじゃなくて本職用なのよね。そうだ、先輩に返しちゃう前に写真撮っとこ。ゆかりちゃん、いる？実は少し手伝ってほしいことがあって。あ、うん、そうだ、風花も巻き込もう。こういう写真一人じゃ微妙に痛いしね。
かりちゃん、その格好ね、まだ何着かあるんだ。風花も着てみない？え、あ、ちょっと。大丈夫、じっとしてて。これ一人で着るのコツいるから手伝った方が早いって。あ、待って、ゆかりちゃん。薬局寄って帰ろうかな。ね、少し長くなるけどいいよね。あ、電話だ。ちょっとごめんね。て、もしもし。あ、うん。何？だから何？早くしてよね。ふざけないでよ。何それ？お父さんの気持ちは？
そう、分かった。勝手にすればいいでしょ。もう連絡しないで。ごめん。あ、うん、ごめん。大丈夫だよ、ありがとう。電話の相手、もう分かってるかな。そうだよ、母親から再婚したいって。再婚ってこと自体は別にいいの。許せないのはあの人の生き方。現実を放って次々と男に逃げて、その流れでズルズル再婚なんて。そんなんじゃお父さんあんまりだよ。ごめん、もう大丈夫。もう平気。ありがとう。私は絶対あんな風にはならない。自分の足で立つのをやめたりしない。都合の悪い時だけ誰かにすがろうなんて、そんなの最低だよ。私は一人で生きてくって決めてるの。一人で幸せになって生かしてやるんだから。それは新王朝時代の太后にまつわる伝記だ。むごい逸話が残されている人物で、暴君と評されることもある。まあ逸話には創作も多いんだが。あっと、すまない、前置きが長くなったな。まずは読んでみてほしい。私はこれを読んで少し考えてしまった。率いる者としてどうあるべきか。優しさだけでは侮られる。時には冷酷でなくてはいけない。しかし皆に恐れられた太后の晩年はさぞ孤独だったろうとも思う。
君はどう思う？人々をすべ、彼らの生活をも預かる者が人並みの幸せを得ることだ。やはり難しいのだろうか。ああ、私自身の話に聞こえてしまったか。弱気になってるわけじゃない。覚悟はできているつもりだ。だが、励ましには感謝するよ。ありがとう。君のおかげで久しぶりに腰を据えて読書ができている。やはり同じ本を読む仲間がいるのはいいことだ。こうして語り合うことで視野も広がるからな。後世に伝記が残るような人物は若くして大気の片鱗を見せることが多い。時折君はそういう器なのではと考えたりもするよ。そうか、人を見る目はある方だと思っているが、それくらい君を評価しているということだ。期待しているぞ。あ、もうこんな時間か。そろそろ休んだ方が良さそうだな。また本を持ってここへ来よう。それじゃ、おやすみ。